って持っていきます。で相手のかかと浮いてますね、つま先立ちになってますね。ここで自分が下がる、今立ってる状態から落差大きく下がって投げてます。手をこう取りに来られる。いいですか。こういうふうに取られたらもう先の肩を詰めて相手はやらなきゃいけないんですけども、取られるときにここを取ってきてねっていうふうにして、こう相手の手を下から取って、下からなんていうかな、すくうようにしてこの人をスーッと立ち上げてください。手首は曲げません。上がっていきますので、ももに下がって後ろに放り投げます。相手の手をこうやって取れると楽です。しっかりと相手の内面というかな、手の内側にこの、この矢はずのところを当てて、そうすると相手の肩が寄ってきてます。ここでやってしまうと強いですね。ここを止めてピュッて持ってみて、ここを止めてピュッて、そうや、そうそうそう、そう、あ、出た、足が、さっきからやってる私の動きっていうのは肩から先の力をほとんど使ってません。相手を持ってきているのもほとんど肘を立てて、自分の方に相手の重心を持ってきているだけ。そして自分がまず低くなって、相手が動き出した時に少し手を開いていくっていうぐらいのことです。手の力はほとんど使ってないと思います。痛い、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 シュッと、あ、そんな感じ、これで投げるっていう感覚ではないってことですか。そう、大丈夫か、受け身がちょっと、もっとふわっと、そう、詰めて、で、そうそうそう、そう、横詰めて、そう、そう、あ、いいですよ、いいですよ、いいじゃないですか。